これめっちゃおもろいやんけ、なんやこの部位。もう一番のきっかけとモチベーションは岸本先生が書かれるナルトっていう原作漫画が何よりも我々のやっぱモチベーションです。原作がとにかく面白い、たくさんのやっぱこう国々があってそれぞれにやっぱこう濃いコミュニティの方々がいらっしゃいますんで、私自身あのバンダイナムコエンターテインメントと一緒にあの定期的にこう世界を回らせていただいて、いろんな各地にいるやっぱコミュニティの皆さんとコミュニケーションを取らせていただいてますけども、どこもやっぱ熱量は他の国にやっぱ負けない、あのすごく愛をやっぱ感じるので、我々自身もたくさんやっぱこう勇気をもらってますから、どっか特定の地域だけが突出してるってことは、ないですね。見たことないからねこんな動画。まだ皆さんにはお話ししてないですけども、今回実はストーリーモードの中の表現として、皆さんにまだ言ってないちょっとスペシャルな、話があります。実は、テレビ放送やっている、スタジオピエロさん、およびテレビ東京さんから許可をいただきまして、今回ストーリーモードの中の表現に実際にアニメーションで使われた作画カットっていうものをふんだんにあの使わせていただいてます。でシナリオ自体は我々があのナルトの原作漫画やアニメーションをゲーム用にアレンジした、もちろんあのオリジナルシナリオにはなってるんですけども、今までとはちょっとまた違う、感覚で楽しんでいただけるとあの思います。すごく贅沢な一本に仕上がりつつありますよ。ぜひストーリーモードも楽しみに。そして、ストーム4は、そういったあの我々の集大成、としての最高傑作に、なる、タイトルに、手応えを感じてますんで、ぜひ皆さん、発売まで、そしてその発売日の告知までもう少し時間ありますけども楽しみに待っててください。サイバーコネクト2松山ひろしでした。よろしく。だってばよ。エリー、お水。